はい、こんにちは、ピースの渡辺です。今日は雪が降りました。いやー、仕事が大変だこれは。本当にひどいなこれは。今日ね、先日ご制約いただいてた車の納車業務などもねございまして、こちらのこれ EK スペースなんですけども、先日ご制約いただいててね、本日納車になっております。今から持っていくところでございました。それとあと今日はね、買い取りで引き取りに行く予定がね、山形県の方のね、買い取り希望でねいただいてた車あったんですけども、今日ね、今から山形県の方にね、今日はケンちゃんと、本当はキャリアカーでケンイチがね向かう予定だったんですけども、もうこの雪なんでね、私もちょっとこっち側の仕事をある程度バタ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 ってね、形つけてケンイチと2人でね自走で運べるように今から向かっていこうかなと思います。山形県、ケンイチとプチ旅行みたいなもんだね。さあ、で帰りにちょっとね、寄りたいとこあったから、帰りに寄りたいとこちょっと寄って、ケンイチと今日は雪降ってっから午前中一気に仕事やれ、やんなきゃいけないこと、まあ段取りしたらいいかな、やんなきゃいけない段取りガチャガチャガチャって一気に仕上げで、午後からケンイチと山形県の方に車の買い取り行きながらちょっとプチ旅行行って、で帰りにちょっと回りたいとこあったんで回ってから今日一日ね、いろいろやってこようかと思います。いやー、しかしこの雪だからひどい、本当にひどいこれは。なんともね、なんともね、この天候にはなんともできませんのでね、さすがにね雪降ったり雪降ったなりの仕事の流れでやっていきます。なので今日も一日頑張っていきます。じゃあまた、あと動画、明日にでも今日一日の仕事どんなことやってたか動画上げてみようかと思います。田舎の中古車やピース車の買い取りと販売頑張っていきますのでね、雪降ってもね負けませんね。本当に雨降っても雪降ってもね、やっぱお客様との約束を、できる限り約束をその日に合わせてねやってることはやっていきます。なんともね、頑張っていきます。どうぞ何かありましたらご相談よろしくお願いいたします。バイバイ。